どうも、性の伝道師、しゅんです。本日は、モダクラ大学、大人の保健体育、童貞の夢を破壊しろ、女のリアル編っていうことでね、これ、中田敦彦ばりのね、スタートですけれどもね、これはやりませんけどね、始まりましたけども、ちょっと今、音がこっちから聞こえたようにですね、本日、ちょっと面白い講義形式になってましてですね、ゲストというか、ちょっと生徒役みたいな感じで、幹部、相方の幹部の方にね、ここに座ってもらっているという感じで、結構今回リアルに授業な感じなんで、やっていきますか。まあ、実質童貞ということで。はい。持ってたことありませんので。はい。実質童貞代表ということで今日は、本当にリアル生徒みたいな感じでね。まあ僕ら、モテる男、モテない男っていう、まあ、シリーズのショート動画。まあそれがね、ちょっと再生してもらえててみたいな感じなんですけれども、まあ、モテない男役で、かも。で、まあモテる男役ね、もう僭越ながらですよ、本当に僕が、ね、シュンがやってるわけですけれども、今日は、もう実際にここで2人で交えながら講義をしていくという感じでやっていけたらと思っております。ただですね、見てください、これ。このホワイトボードを使ってね、やろうと思ったんですけど、遠って思ったでしょ。これね、今日僕縦と横使っていきますから、ね、遠いんですよ、これ。なんでこんなことになったかっていうと、このね、ホワイトボードが本当はもっと上なのよ。上だとカメラグッて近づけられるんだけど、これ、僕座ってホワイトボード使う前提でここにね、僕の部屋ね、設置しちゃってるんで、すげえ遠くなっちゃったなということなんで、多分見えてないと思うんですね、今基本的に。私なんかもう、この照明、今2個僕焚かれてるんで、ね、もう2個輪っかができてるでしょ。2個焚かれてるんで、もう照明の輪っかもついて、なおさらわけわからんという感じなんで、まあ、ここに今、このホワイトボード何書いてあるかっていうのを写真で今出しているわけですけれども、まあ、こんな感じのことが書いてあってで、まあ、僕これ見ながら話すんですけど、その随所随所でこのホワイトボードの写真を出しながら編集で加えながらやりますので、そこは安心して楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、今回ですけれども、まあ、童貞の夢を破壊しろと女のリアル編だということで、まあ、僕ね実際にまあ、主にね、Tinder というアプリがあるんですけれども、ご存知でしょうか。Tinder というのはマッチングアプリ、出会い系アプリですね。まあ、それを主にね、何年か前、まあ、結構前ですけれども、それをフルブーストしてた時期がありまして、まあ、結果、数百人の女性とデートをして、で、まあ、いわゆる経験人数みたいなのも、まあ、結構な数がいるというね、2桁で収まらないんじゃないかぐらいな感じでいるということで、女性ってこんな感じだったなっていうのを、まあ、知ってしまったという。まあ、だから、俺としては、知らない方が幸せなんじゃないかなと思ったの、正直言って。じゃんだって。俺知っちゃってさ、やっぱがっかりする部分多かったわけよ。だって、人類みんな元童貞なわけじゃないですか。男はみんな童貞を通って、まあ童貞じゃない人も元童貞だし、まあ童貞の方は童貞って感じで、もう男は全員童貞のマインドを知ってるわけよ。だから俺だって、しかも俺なんかもうめちゃくちゃモテなかったから、もう知ってるわけよ。もう女の子にめちゃくちゃ想像膨らましちゃうってこと。後から俺追い上げるようにさ、女の子を知っちゃったから、もうそれまでに蓄積された女の子へのこの、熱い思いと妄想がもうあったから、それですごいがっかりしちゃったってなったな。いざいろんなことを女性と、まあ、たくさんの方を知って、で、まあ、いわゆる女性のリアルを見たわけじゃない。そうするとやっぱりがっかりした部分もあった。だからどうしようかなと思ったの今日。だけど、やっぱりダメージは少ない方がいいでしょっていうふうに俺は思った。だからいざめちゃくちゃ妄想膨らんで俺みたいにねうわーって膨らましちゃっていざ知ってマジかよってがっかりするよりももう先に知っといてそういうもんなのねってなってから女性とそうなればまあその知ってるっていうことが恋愛に一歩踏み出す勇気にもなるかもしれないし。やっぱ女性への恐怖心って結構あるじゃないやっぱ童貞の頃って緊張しちゃうでしょそうなのよどうしたらいいんだろうとかあとはもう女性に話しかけるだけでも近くにいるだけでもドキドキしてなんかちょっとかっこつけて変な感じになっちゃうとかなんでやみたいなあるじゃないですか本当にそうだからそこをその誤解を解こうっていうその多分それは女性に対する妄想から来ちゃってるんですよ女性ってこんな人でっていうなんかそういう妄想から多分そういうのが来ちゃってるからリアルをすればそんなもんかってなってそんな恐れるに足らないぞみたいな感じになってより女性に対して前向きにこう、まあ、接せれるというかね積極的に誘ったりできるんじゃないかなというの思うのでだとさっき話したようにダメージは少ない方がいいでしょと。いうところでですね、先に知っときましょうよ。ということで、まあ、今回は、まあ、これもしね、童貞の方が見てくださっていましたら、それは、この、あ、女性ってこんなもんなんだなって、ちょっと安心したりとか、まあちょっとショックかもしれない。でもそういうもんなんだっつって前に進んでいってほしいっていうのと、童貞じゃない方が見てる場合はですね、あ、そうだよなっつって共感しながら見てもらえればなっていうふうに思いますね。まあもうこのね、チャンネル男性視聴者がもうほとんどなんでね、この企画が実現したというような感じでございますから、もうめちゃくちゃ怒られそうですよね、女性の方がね、見たらね、わかりませんけど、まあ、笑ってもらえたら嬉しいですよね。まあ、女の子でそんなもんなんだよね、みたいな感じで、笑ってもらえたら楽しいなと思いますけれども。じゃあ早速、講義スタートしていきましょう。まあ今日はですね、この香り、性格、性欲、化粧、部屋着、部屋、食というこの6部門について、語っていきたいと思います。じゃあまずは香りからスタートしましょう。さあということで始まりましたね。いきますよ。どんどん夢を破壊し、そして勇気を与えていきたい、そう思っております。さあ香りからですけれども、まあね、まあここのメモには脇清潔感、かっこ風呂ザリガニという謎のキーワードが並んでますけれども、どうでしょう香り、かんもさんの意見。いい香りがして、ずっと嗅いでたいみたいな。ずっと嗅いでたいまで。ああ、なるほど。やっぱいい香りのイメージ。いや、しますね。花というか。もうお花の匂いが。花ですか、してくるみたいなね。なるほど。さあ、どうでしょう。まあ、もう夢壊していきますよってことなんで、なんとなく想像できると思いますけれども。まあ、それがどういうことなのかってことですよね。いきます。まず、脇ね。これ、なんなんですかね、女性の脇もなんであんな好きなのなんかエロいというか。なんなのあれ、そうだし、ほら、アイドルの衣装とかでもよくあるじゃない。脇、ノースリーブでさ、こう、脇を見せる踊りみたいなので、なんであれ見ちゃうの男って。ねえ、本当に。エロいよな、あれ。エロいっすね。そうなんだよ。もう脇ペロペロしたいななんて思っちゃうわけよ。ね、ほら、男性しか見てないチャンネルと信じてこの言えますよ、僕は。ペロペロしたいなと思うわけですよね、本当に。なんなのあれってなるわけですけれども。ね、ずっと嗅いでたい。はいお花の匂いするんじゃないか。ずっと嗅いでたら、めちゃくちゃ臭いです。めちゃくちゃシンプルな結論。でね、もう脇なんて、もう、ペロペロしたら死んじゃうよ、もうほんとに。死んじゃう。だって、もう、行くぜ。もうリアルな数値でいくと、脇がってあるでしょ。脇がツーンとしてちょっとね、匂っちゃうっていうのあるけど、脇がの比率、男女、女7、男3なのよ。そうなんです。だからもう脇が率で言ったら女性の方が高くて、だからなんなの脇って俺の興奮するんだろうと思うんだけど、だけどね、ペロペロしたいなと思うけど、したいなでとどめといてくれっていうのが、実際してごらん、これ大変なことになっちゃうよっていうことがありますね、やっぱり。もうなんで、やっぱりあんななんか、なぜか脇って魅力があるのに、もうやっぱもうそっからなのよ。もう当たり前じゃん。だって、こんな閉じてるところなんだから、それはもうここは、だから男の脇ってどんなイメージあります？やっぱ汗臭いというか。汗臭いとか、むさ苦しいとか。毛がやっぱ生えてますしね。うん、毛も生えてて、なんか毛が汚いなみたいなイメージが。嗅ぎたくはね。でしょ？でも男の脇がの利率の低いんですよ。でしょ？だから、実質女性の方が臭いんです。だから男の脇ってなんか臭いなとか、なんか嫌だなってあるでしょ？それよりも、というふうに思ってくれればいい。どれがあるのよ、リアルとしてはね。っていうのが、まずありますよと。で、清潔感ね、これどうですか？女性のなんか、イメージありません？女性って。やっぱりちゃんと毎日お風呂とか入ってちゃんと洗ってそうな。なんかね。なんか、男よりも綺麗に。手入れしてるっていうか。でしょ？なんか男って汗臭いとか、むさ苦しいとかイメージあるけど、女性ってなんか美しい、なんか、綺麗な、真っ白いイメージというか、あるじゃないですか。女性の方が風呂入らないというふうに僕は思ってますね。だからこれあんのよ。やっぱさ、女性って髪長いじゃない。だからやっぱめんどくさいんだって、やっぱりお風呂入ると。もう乾かすのに30分、40分とかかかっちゃってっていうので、だからまあ、それこそ僕のね、嫁の話しますけど、3日風呂入んなくても平気でいるから。俺が風呂入ってくれっていうぐらいの。3日。本当に。髪ベットベトよ。さすがに3日も入んないと。もうベットベトになっちゃうけども、めんどくせえんだって。で、まあ、これじゃ俺の嫁だけかと思いきや、俺結構経験則としてある。やっぱり。お風呂めんどくさいんだよね。でも聞いたことない、なんか女性がさ、お風呂めんどくさいんだよね、とか。確かに。ちょろっと耳にしたことぐらいあるでしょ。それがもうね、リアルなのよ、結局。やっぱ多分めんどくさいんだよね。私なんか、ボディクリーム塗ったりなんかいろいろ手入れするイメージあるじゃない。だからやっぱその風呂入るためにその手入れするのって結局めんどくさいらしくて、だから男の方がなんなら俺清潔感あるんじゃないのと思うわけよ。で、結構だってさ、男って風呂付きのやつ多くね、意外と。ボディシートですぐ汗拭いたりとかさ、結構汗でベタベタしてんのさ、嫌な男の人って多かったりとか、あと朝シャンとかするでしょ、男ってよく。そう、まあ、僕も朝シャンする派なんですけど、まあ、それこそ男なんか髪短いから寝癖がすぐ立っちゃうから、それ直すためにまあ頭濡らすとか、でも濡らすぐらいだったらシャワー入っちゃった方がまあ体も洗えていっかみたいな感じで、結構男って朝入る派の人多かったりするんじゃないかなと思うんだけど、みたいな感じで男の方が多分ね、風呂とかシャワー入ってる数多いぜ。だし、温泉好きな女性あんま聞かなくない？確かに。でしょ？男の方が温泉好きでしょ、うんうん、温泉好きなんだよねとか銭湯好きなんだよねとか男ばっかりじゃない。だから男風呂好きなのよ、意外と俺の見解で。女性は経験則的にもやっぱ入らない方が多くて、で香り、いい香りのイメージあるじゃん。髪の毛がファッといい香りするみたいな、なんか高校の時とかね、もう童貞なんて女の子とすれ違うだけでもうちょっと反応したもんな、もう。あ、やばい、もうこうなるもんな、ちょっと。ね、ぐらいな感じじゃない。で、あれの正体、何かっていうと、昨日の残りがなのよ。昨日の風呂の。基本的には。そう、もちろん朝ね、しっかり入る子もいるんだと思うんだけど、多分そうじゃない子の方が多くて。やっぱ髪が長いから、その分香りが残るんだよね、やっぱり。髪の香りで包まれてるからごまかされてるだけで、本体の香り。ご神体の方は、ちょっと危ないかもしれない。なんならそんで、脇まで行ってごらん。ご神体の最深部でしょ、こんなの。ご神体のコアじゃないですか。これがじゃあ、ペロペロしたいですかと。いい匂いですかってことなのよ。いや、そうなのよ。まあ、ペロペロしたいのはしたいんだけどね。したいんだけど、これはちょっとね、やっぱね、妄想で終わらせた方がいいぐらいな感じで。実はそれがリアルなんじゃないのっていう。だからまあね、女性が男に求めるもの、清潔感さえあればいいんです。清潔感重要ですとか。清潔感がないともうちょっととか言うじゃないですか。実は女性の方がっていうふうに思ってますけど、ね、男のが意外と綺麗好きかもね、みたいなのは割と思うかな。割とそれとリアルなところですね。そして、ザリガニというワードがありますけれども、これ意味わかんないでしょ？これね、何？どういうことですか？どういうこと？これね、どういうことってなるでしょ？これ一番伝えたい、今日この中で。この香り部門では。もうみんなの憧れの場所。まあ、もう僕はユートピアって呼んでますけれども、まあ、ね、YouTube でちょっと言っちゃうと、もうダメになっちゃうんで、動画消されちゃったりとか、アカウントがバンになっちゃったりとかする可能性もあるんで、これね、女性の、アワビの部分についてですね、下の部分ですね。まあ、上切って、まあ、本体切って次下だということで、まあ、女性の、秘密の花園、ユートピアの、ことなんですけれども。ザリガニ何？どういうことってなるでしょ？はい、まあ、じゃあ例えば、じゃあ看護。俺らの本体あるじゃないですか。はいはい、俺らの本体の匂い。いい匂いする？まあ、臭いでしょうね。もうでしょうね。でしょうねレベル。もう匂いやばそうだなってわかるじゃないですか。はい、もうね。私なんならさ、夕方ぐらいの、あんなところなんてもう、そんな失神するでしょ。間近で嗅いだら。だっておしっこしてんのって話です。何回おしっこしてるの？いや、でしょ？はい、女性も何回おしっこしてるのって話ですよ。でも清水って。お前、清水は、もう、フェチの世界や。マニアの世界や。ダメ。もう完全にもう、清水のイメージなんだ。無臭で。なんだ、ちょっとなんかいい。いい匂いが体にいいみたいな。あ、ちょっと待ってくださいよ。ここ、止めたいですね、僕が。その危ない妄想を。これ知っておきたい。やっぱり、僕らというかね、その童貞の方のやっぱ一番の目標は卒業することじゃないですか。それにあたって避けて通れないのがここのね、アワビ問題でございますけれども、やっぱそこで、やっぱちょっとなんか、なぜか無臭とかいい匂いとか思っちゃうでしょ。なぜか。そうですね。なんか知んないけど、やっぱもう夢見ちゃってるから、ね、清水とかまで来ちゃうわけじゃないですか。まあ確かにもあれを清水と崇め、それにものすごく興奮するという特殊性癖の方もいますよ、一部。ですけれども、基本的にはですね、ザリガニ臭がする子もいるっていう衝撃の事実を覚えておいてほしい。で、これを見てくださってる童貞じゃない方がいたら、せやねんって今なってる、今完全に。今もう、すごいうなずいてる。多分今年で一番うなずいてる、今多分。ですよね。っていうふうに僕は思うんですけども。これ。まあ、これね、だからザリガニの匂いっていうのが、本当にするの。冗談抜きで。ザリガニの匂いなんだから、比喩とか誇張してるわけじゃなくて、ちょっとザリガニっぽいなんかドブの匂いというか、これあんのよ。だけど、みんなじゃないから安心してくれ。一部の人で、ちょっとそういう匂いがあっって、まあ、これはね、どうしても体質だったりとか、あとはなんかちょっと性病とかでもちょっと匂っちゃうみたいなのはあったりするんで、まあ、もしかしたらね、その病気の可能性もあるんで、もしそうなったら、ちょっとね、その辺はどうなのかなってデリケートな部分なわけなんだけれども、ただ一個認識しておきたいのが、やっぱりそこはリアルなところを言うと、そんな無臭だとか、そんなものではなくて、やっぱりちゃんとそこからおしっこ出てますから、ちゃんとね。なんで、まあもちろんね、プレイ前シャワー入りますんで、基本的には。ね、この脇の匂いもクリアされて、この清潔感の部分も基本的にはクリアされてっていうような感じで、でもちろんね、その部分も洗ってるでしょ。男ももうだって念入りに洗うでしょ、こんなんもう。もう2回、3回。念入りに。もう本当に、どんなものよりも綺麗に洗うでしょ。ダイヤモンドかのようにもう、綺麗に洗うじゃないですか。だからもうそんな感じでですね、洗ってくれてるはずなんでね、基本的にはそこまで激臭っていうことはないんだけど、ただ一部やっぱ体質で、そういう匂いをする方がいるんでございますよ。なんで、これちょっとね、気をつけていただきたいというか、知っておいてほしいって感じかな。そこでいざもしさ、そういう方に当たっちゃった時にさ、うわっってなって、えっってなったりとかするの、ちょっとさ、愕然。泣いちゃうみたいな。だって、最後の最後の瞬間に、そこがもうゴールテープを破る瞬間に、えっってなって、ここでがっかりっていうのはちょっとあれじゃない。だから最初から知っといて、もしそこでね、万が一そういうこと当たっちゃったというか、出くわしてっていう風になった場合は、あ、この動画を思い出してもらって、あ、これかというぐらいに思ってもらえればなって感じかな。だからこれね、本当になんかめちゃくちゃ綺麗な美人な子で、こういう子もいた、実際に。なんかほら、美人な子とか可愛い子とかってさ、もう匂いと無縁なイメージ勝手にあるじゃない。なんならちょっといい匂いなイメージあるじゃん。全体がね、もう何もかもが美しい、可愛い、綺麗みたいなあると思うんだけど、いた、やっぱり。これはね、あったと。逆もあったしね、なんか清潔感ないなこの子とか、ちょっと大丈夫かなみたいな。で、なんかまあ顔もね、そんな綺麗とは言えないなっていう子なのにめちゃくちゃ無臭だったとかあったりとかするんで、やっぱここはね、リアルなとこなんでお伝えしておきたいなというような感じですかね。まあちょっとこの辺が、香りの部分。まあだからやっぱ女性の方が、意外と、まあ男の方が綺麗好きってイメージかな。まあもちろん香りとかはね、その髪の毛が香ってたりとか、あとまあ洋服とかもね、長い服が多いんで、その分柔軟剤とかが多分、含まれてるのかな。すごい洋服がいい匂いだったりとか、みたいなのはあるんだけど、ただリアルとしてはそういう部分もあるんじゃないかと。もちろん個人差ありますけれども、あるんで、ちょっとここは押さえておきたいところかなと思います。じゃあ次、性格編いってみましょう。さあ、続いてはですね、性格ですね。女性の性格のリアルというところで。もちろん性格個人差ありますんで、そこはご配慮いただいた上でって感じなんですけど、どうでしょう性格のイメージ。やっぱりなんか優しくて、献身的で、めっちゃ尽くしてくれるんで。めっちゃ尽くしてくれる。なるほど。これはアニメの見過ぎだぜ。完全に。ね、尽くしてくれる。献身的、母性に溢れてていいね。これ見てください。はてな。これね、もう僕がどれだけ女性を知っても結局分かりませんでしたっていうことではないんですね。もうね、わけが分からんっていうのが結論かな、俺の。もう、わけが分かんないの。もう、男と女は別だと思ってくれていい。これ本当に。それはマジで思う。やっぱり、まあ、なんか男は、なんか、こう、理論というか理屈っぽくて、なんか女性は感情的でみたいな。よく言うじゃない、なんか。まあちょっとやっぱそれは生物学的にどうなのかとかわかんないけど、ちょっと正しいかなという経験則上は思っちゃうかな。っていうのも、男ってやっぱり怒るには理由があったりとか、例えばまあ喧嘩したってなっても、ちゃんとお互いこう、いろんなものを噛み砕いて、それでお互い納得して仲直りするっていう感じだったりとか、やっぱりどこかちゃんとその、なんだろうな、理由とか原因とかがあって、それを解決してみたいな感じで男って前に進んでいくじゃない、結構。だけど女性って、まあ、感情って言っちゃうとどうなのかっていう感じではあるけど、やっぱりね、わからないんだよな。昨日まで機嫌めちゃくちゃ悪かったのに、次の日になったらめちゃくちゃ機嫌いいとか、めちゃくちゃ機嫌良かったのに、突然機嫌悪くなってまたすぐ戻ったりとか、もうね、わけわかんない事件がね、やっぱいっぱい起きるのよ。だから俺も献身的とか、もちろんそういう部分もあるんだと思うよ。女性の方が献身的だったりとかさ、まあ、それこそホストに貢いでる女性とかをイメージすると、多分その、献身ってそれも捉えるとね、献身的な気持ちとかは男よりも強いのかもしれないんだけど、男は結構応援とかさ、あとちょっとすげえ、下心あるよな、男の応援って、ね、アイドルの応援とかでもなんかちょっと女性とは性質が違ったりするじゃない。そのホストに貢ぐ感覚とキャバ嬢とかに例えばハマって風俗嬢とかにハマってっていう感覚ってなんかちょっと違うような気がするじゃない。やっぱりその部分はあるんじゃないかなっていうふうに思うのよ。だから俺がここで伝えたいのは、たとえ失恋したとしても気にしないでいいんじゃないかっていう。やっぱりあまりにもその感情の起伏があるから、もうたまたまその時そういう感じのメンタルだったっていうだけで、そのもし振られちゃったとかうまくいかなかったとしても自分の魅力がないとか思わなくていいのかなっていう。そこで深くあんま考えすぎちゃダメなんだよね。あれがダメだったのかな、これがダメだったのかな、考えること重要かもしれないけど、あんまり考えすぎてもわからないのよ本当にそうなのって。だから男はそう考えちゃうじゃん。あれがダメだったのかとか原因とか探しちゃうんだよ。でも原因がそもそもないかもしれないんだそうなの。で1個ちょっと俺の嘘だろってなったエピソードトークを言うぜ。それね、結構何回かあっていい感じだなぁみたいな感じの女の子だったんですよ。である日その晩飯食ってたら、まだその時体の関係もない、普通に仲良くて、そう健全な状態ですよ本当に。でその状態でご飯食べてたんですね。で夜ご飯を食べてたら、突然「私台湾に行くんだ」みたいな感じで言い出して「えー」ってなって。でそしたらその台湾のディズニーって、そのディズニーで帽子あるじゃん、グッズで。でその帽子のこのなんかフロントの部分に名前を彫るっていうサービスがあって、で、こんなのができるんだみたいな写真見せてもらったのよ。で、こんなのできるんだみたいな話で楽しんできたーみたいな話してたら、そしたら、その帽子、その私の名前としゅんくんの名前をこう彫った、そのつけた帽子を私買ってくるから、それ戻ってきたらそれ一緒に被ってディズニー行こうみたいな。まだ付き合ってもない。体の関係も何もない。その状態でなんかそんな話をしてもらえて、でもこんなの好きやんと思って、すごい楽しみみたいな。感じの持ちで、何この子みたいな、すごい素敵なみたいなふうに思っててね。でその後日結局その台湾に行く前だったと思うんだけど、多分行く前か行ったいや行く前だな、多分行く前に、結局ね、なんだかんだで すごく親密になった結果、戦いのね一夜を結局共にすることに、本番の方に、結局成り行きでね、なることになりまして。でね、そんで、そのね、台湾ディズニーの話あった。で、そんなのもあったから、そのね、こう、行為をしていく中で、付き合おうみたいな話になったんですよ。そこでね、一応、付き合いする形になったわけですよ。もう、素敵な流れでしょ、台湾ディズニーで帽子買ってくるね。付き合った。で、もうすぐ台湾ディズニー行く。だから、それで、付き合った状態で台湾ディズニーから帽子を買ってきてくれて、それで2人でディズニー行く。もう最高の、ね、流れじゃないですか。この次の日僕 LINE ブロックされたんですね。何これ、これ未だに分からんもん。なんだこれ、俺も今話してて分からない、これ何これ。もうその怖すぎてなんかあんまピンとこないでしょ。ピンとこない、本当なのっていう、何これ、もう本当に何これっていうぐらいの感じの感じなのよ。本当にすごくない？そこまで言ってて。で、付き合う。完璧な流れじゃないですか。それは付き合えるよねって感じじゃん、その感じだもん。ね、そこまで話言ってた。で、実際付き合った。次の日ですよ。何これ？朝、じゃあねーっつって、別れて楽しみにしてるね、みたいな感じで。私、台湾ディズニー行く前にまたもう一回会えたら、おうね、なんて。話してた、多分俺数時間後にブロックされてるんですよ。意味がわからない。どういうことなのこれ。教えてほしい、誰かこれ。こんなこともあったりとか。本人にしかわからない。何これ、だから、派手なでしょ。これ、未だにわからない。だから、そんな感じな女性っていうのはね、ぐらいに俺はもう割と思ってて、もちろん中にはね、ちゃんとこうね、すごい、理屈でものを考えたりする方とかもいらっしゃるだろうし、いろんな方がいるのはあるんだろうけど、やっぱ俺が会ってきた中だと、やっぱもうね、わけがわかんないな、やっぱりな。うわっていう感じの経験が多かったから、だから、そこはやっぱりリアルとして、捉えてあげて、俺、男と女違うんだなぐらいに思って、いろんなものを乗り越えていくといいんじゃないかなっていうふうに思うよ。だからなんで断られるのっていう、こんなにいい雰囲気だったのに、いざデート誘ったら、いや、そういうつもりないからとか。男なんてさ、もう仲良くなったら絶対、もう好意があるから仲良くなったりするわけじゃないですか。なのに、もうこれわからない。どんな理由があるのか、どんな打算があるのかわかんないけど、すっごい親密な関係で、ちょっとお互い両思いなのかなとか思って、いざデート誘ったら、いや、そういうんじゃないから、なって。なんか気まずい感じになっちゃったりとか。あと逆もあったりするぜ。その、全然向こうは興味ないんだろうなと思ってたら、実は、すごい好意があってみたいな。いや、言ってよみたいな。なんでとか。今だと俺はもういろんな経験積みすぎて、なんとなくこうなんじゃないかっていうのが分かってるから、そのなんだろう、まあ、戦略的にというかさ、その、こうしたら喜んでくれんじゃないかみたいな感じで、こう、女性を喜ばせたりすることができるようになってきたけど、ただやっぱり未だにそれでも嘘だろみたいな感じで、さっきみたいな感じでね、はい、ここまで言ってこんなことになるとか、この感じなのにこうなっちゃうのっていうのはやっぱり未だにあるんだよね。やっぱりこれ、抑えといていただきたいなっていう。だから母性があって、献身的で、あと何か言ってたっけ？献身的。尽くしてくれる。確かにそうかもしれないけども、ただそれは本当に、わからないなっていうのを、覚えておいていただければなというふうに思いますね。これが女性の性格のリアルかなと思います。じゃあ次、性欲編いってみましょう。さあやってまいりました。これもうフィナーレでしょ、こんなのもう。エレクトリカルパレードでしょ、これもう。性欲。もうね、性欲で男なんか生きてるようなもんですからね、本当に。全てを突き動かしてますよ。脳みそが動かしてるんじゃないからな。とか世界を変えるんだみたいな。こんなみんなを笑顔にするんだみたいな感じで言ってる方いますけれども、俺は信じませんよ。チンチンでしょ本体は。そう言いたい。ということでございますね。やっぱりまあ考えますけれどもね、前置き長いなと思ってるでしょ。早く言ってくださいよと思ってるかもしれませんけれども、だからみんな男だけの世の中だったら多分スマホできてないよとか思う。男だけの世の中だったらパソコンもないよ、 YouTube もないよって思いますよ。女なんだって。でしょっていうのも。野蛮人というかね。もうみんな、未だに多分布切れ一枚で過ごしてるぜ。未だにマンモス追いかけ回してるよ、絶対に。かも絶滅してます、とっくに。いや、だからそう考えると女性は偉大かもしれませんね。女性によって、ここまで繁栄した。すべての源なのかもしれないね、もしかすると。いや、そんなこと思いますけれどもね。だから、この性欲とテーマかなり重要になってくるんじゃないか。どうでしょうね。女性の性欲のイメージ。やっぱり純粋で性欲ないイメージですけどね。ちょっと薄い、性欲薄いというか、なんか性欲あんの男ばっかりで、そうですね。みたいな。女性はそんななくて、ないみたいな感じで。だから男としてもどうしようかなみたいな。俺は性欲めちゃくちゃあるけど、女性はなみたいな。はい、罠です。それは罠。トラップです、それは。トラップですよ、本当に。もうここは俺恋を大にしていたいね。罠ですよと。一般的にはここにちょっとね、僕ね、女で、まあ、大なり男みたいな感じになってますけどね。性欲ってそうですよね。男ばっかり性欲があって女性は性欲がない。なんか女性の言い分としては、なんか男は性欲ばっかりで嫌になっちゃう、やることしか考えてないみたいな言われるわけじゃないですか。そのブランディングやめませんかと言いたいですね。そのブランディングやめてくれと。男に性欲を押し付けないでくれ。結論言いましょう。女性も性欲強い。これです。これでございます。女性も性欲強いです。安心してください。男性諸君、安心していただきたいね。男だけじゃないんだけど、なんなら俺逆だと思ってるけどね。ぐらいに思ってますよ、本当に。やっぱり、まあいろいろ経験してきての、まあ、経験則っていうような感じだけど、同じぐらいやっぱあるぜ、普通に。だし、まあ科学的な、確か生物学的な研究だと女性の方が強くなかったかな、確か。そう、だから、これもうね、みんなね、すり込まれちゃってんのよ、これは。男は性欲ばっかり、やることしか考えてなくて、女性はもっと愛とか、そう、恋とか、一緒にいるだけでいいみたいな感じになってて。いや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 、そのブランディングやめてくれっていう、もう素直になろうぜ。お互い生き物として、この生物として、一緒になろうぜっていうふうに思うんですけど、そう、それはね、あくまでも、多分、ちょっとイメージなんだよね、やっぱり。植え付けられた。どっからそのイメージになったのかわかんないけど、とか、多分、男も女を綺麗な存在にしたかったんだと思う。だから、女性としてもさ、男は性欲ばっかりでやることしか考えてなくてってやると、まあ、男を悪者にできるじゃない。で、男側としてもさ、女性はすごく綺麗で、みたいな。で、純粋な生き物で、みたいな感じにすると、なんか女性っていうものがより素敵に見えたりするじゃない。だからこれどっちものせいなのかもしれないと思うけども、まあそれ自体が罠ですよと。なんで、ここの回はすごくシンプルで、恐れなくていいよと。だから、それこそ童貞とかになってくると、もうとにかくやりたい。女の子に触りたいのが、もう性欲だけが突き動かすじゃないですか、本当に。でもいいのか、これでと。なるわけじゃないですか。だし、こんな思いで女性と触れ合って失礼じゃないのかって考えちゃう人は考えちゃうかもしれないね、意外とね。だったりとか、だから結局、好きと性欲ってどうなのみたいな。好きイコール性欲、やりたいなの？やりたいイコール好きなの？どうなのとか、いろいろ考えちゃうとかあると思うんですけど、まあそんな難しいことは考えないようにしようぜと。女性もちゃんと同じように性欲普通にありますんで、なんで、そこは、あまり気にせずに、俺がやりてばっかりで、大丈夫かなこれみたいな感じにあんま思わずにね、気を負わずに、女性と接するというかね、もし気になる方がいたら積極的に、こう、アプローチしていただけて大丈夫なんじゃないかな、なんていうふうにね、思ってますんで、そこ、ちょっと、教えておきたかったというか、言っときたかったなっていうような感じですね。まあ、ただ、個人差ありますよ。男でもさ、性欲ない人いると思うのよ、本当に。少ない人は少ないと思うのよ。あんま興味ねえなっていう人はいると思うのよ。普通にね。で、それと同じで、女性全員が性欲強いってわけじゃないんで、そこはあるけども、全体的な傾向としてはちゃんと、男性同じぐらいなんじゃないのっていう風に思いますんでね。ただ女性はほら女性らしさ、男らしさってものがあるじゃない。だから、それはなんか、男はなんかオープンでいいみたいな感じあるけど、やっぱ女性ってなんかオープンにしちゃうとなんかいけないみたいな風潮あるじゃない。あんまよくね、風潮かなと思うけどもね。下品みたいな。あるじゃない、そう、確かに。下品でみたいなのあるけども、いやいやもう人類みんな下品ですよ。スケベですよ、人類になってる。僕は思ってるけども、でも、それがあるから、だから女性はあくまでもあんま性欲ないですっていうような感じで、なってるという。だからそれはもう男性を守っていいんじゃないかなと思ってますよ。でも、心の中ではちゃんとあるんだなってことを分かっておくってことが重要で、それを分かりつつ、そこの、まあ、ブランディングって言い方変かもしれないけどさ、そこはちゃんとこう、女性らしくというかね、しっかり丁寧に扱って、あげなきゃいけないし、だから男はまあ多少荒く扱われてもそこに腹立ちじゃいけないと。まあそれくらいおおらかにいて、だけど、大丈夫かな俺だけかなって思わなくても大丈夫だということをね、伝えておきたいなと思います。じゃあ次、お化粧についてですね、これまた、あれですけども、言ってみましょう。さあ続いては化粧ですね。いやー、これまたね、ちょっと女性を象徴するようなものですけども、どうでしょうお化粧について女性の。化粧ってそんな変わらないんじゃないですか。なんか元が可愛いから、やっぱり可愛いんじゃないですかみたいな。ああ、なるほど。これまでございますね。すっぴん問題という風になっておりますが、ちょっとね、注意していただきたい。マジですっぴんとんでもないパターンある。これはお伝えしておきたいですね。すいません、さっきちょっとね、僕の飲んでる水がバコバコいってますけども、ちょっと飲みますね。これあんのよ。本当に。これあるな。やっぱり、とにかく女の子に夢見ちゃうじゃない。結局のところ。で、そう、まあもちろん元々が可愛ければ、化粧しても可愛いに決まってるのよ。そりゃ元可愛いんだから。だけど注意しなきゃいけないのが、じゃあ、この世に本当に可愛い、綺麗な女性ってどれくらいいるのってことなのよ。でもだから、さすがにでも、過半数とかいるんじゃないですか。なるほど。はい相当夢を見てるね、女性に。本当に綺麗な人なんかもう、スーパーよ、スーパー。そりゃもう。だって街行く人とか。みんな可愛いなってなるでしょ。思いますけど。これ、化粧ってすごいねと思ってください。本当にすっぴんになったら、別人になります。本当に。で、てか別人になると思っといた方がいい。だからさっき言ったように、もちろんめちゃくちゃ元が綺麗可愛いことを、で、そういう風になったりすることもあるかもしれないけど、それスーパーなのよ。だから自分がどっちの女の子と、こうね、会うことになるかって言ったら、その残りの、まあ、そんな、すっぴんはっていう女の子の方が多いと思うんですよ。で、今、化粧の技術とんでもねえんです、マジで。もう YouTube で見てくれ、なんかその化粧ビフォーアフターみたいな、よくあるじゃないですか。なんか整形級メイクみたいな、あれのビフォーアフター見たら、ほんとにとんでもないぞっていうのが分かってくれると思うんだ。で、その人たちっていうのは、もちろんめちゃくちゃその化粧が上手い人たちだから、それくらいになってるっていうのもあるんだけど、それくらいみんなね、今上達してきちゃってる。だってそういう動画があるんだもん、YouTube とかに。そうこう学べちゃうのよ。できちゃう。実践できちゃう。やっぱりね、美容を追求する。この心みたいなのやっぱ女性はすごくありますからね。だからやっぱそれは可愛くなりたいっていう。まあ、それでやっぱりさ、整形とかに行くわけじゃないですか。全然整形俺否定しないけども、やっぱそれくらい、この美の追求みたいなのがあるから、だからね、すっごいの今技術がだからみんな街行くこう可愛いなって話だったじゃないですか。これがその技術の表れよ。技術なのよ。技術。ってことは、その技術が解かれたらどうなっちゃうのっていうことなんでございますね。もう本当に別人になっちゃうから。だからここは、覚悟しといてって話です、本当に。だから自分が可愛い綺麗と思った子が、そのすっぴんまでそうかって言ったら微妙だよっていう、微妙っていうかほぼ確実にそれはないよっていう、嘘でしょっていう風になっちゃうから、で、これに関しては、俺は、どう考えればいいかって思うかっていうと、もう、ちゃんとその化粧込みなものを可愛い綺麗と思っちゃってっていう風に俺は思ってる。それは女性の美の追求で、それがもうその人だっていう風に思った方がいいかなっていう風に思うかな。だからよくあるのが、結構俺童貞マインドだった時何を思ってたかっていうと、すっぴんが可愛くなきゃ嫌だとか、すっぴんが綺麗じゃなかったら本当の綺麗じゃない、化粧なんか全部ごまかしだというふうに思ってたんだけど、それはもうなくなったかな。もう、それ込みで綺麗って思わないとやっていけなくなっちゃうんだよ。やっぱり、それぐらい化粧の技術だって上がってるし、まあ、それぐらい、今男もそうでしょ。だって、イケメンとブサイクの割合、イケメンほとんどいないでしょ。街歩いててさ、渋谷とか、イケてる奴らが集まる街ですら、そんなもうバンバンイケメンに会うとかないじゃない。だから、それと同じなんですよ、女性ももちろん。一緒なんで、イケメンが、そんな振り返るようなイケメンそんないないぞっていうのと、一緒で、女性もそんな元から綺麗な人はいっぱいいるわけでは、まあ、むしろめちゃくちゃ少ないから、だからそこの覚悟はしといてるね。だけどもうだとしたら、もうその化粧込みの顔を可愛い綺麗と思っちゃった方がいいじゃんっていうふうに思うわけよっていうふうに思うかな。だからそのね、すっぴん絶対マンっていると思うんだけど、そのすっぴんがもう一番大事で、すっぴんが綺麗じゃなく可愛くなきゃって人いるかもしれないけど、まあ俺はそうじゃない方がいいんじゃないかなっていう、そこはもう認めてあげた方が自分自身も素直に可愛いと褒めれるし、ね、そんななんかいちいちさ、いやお前すっぴんはどうなんだみたいな、そんな目で女の子見るのも嫌じゃん。精神衛生的にさ、毎回毎回、あ、可愛いな、いやでもすっぴんはどうなんだろうとかさ、いやそんなんやってたら、もうそれだから童貞なんだってことになっちゃうわけだから、俺はもうそこはさ、そういう風に受け入れて、こう可愛くなりたいと思ってんだなっていう、その心が可愛いじゃんとか、その心が美人じゃんっていう風に思った方が、女性とね、よりこういい関係になれるんじゃないかなと、そんな風に思います。じゃあ続いて、俺のこれ好きなところね、部屋着編いきましょう。さあ、終盤に差し掛かってきましたね。僕の喉も限界が近づいてきました。これもう何分ぐらいやってんだろうね。結構長いね。もう40分ぐらいいってんじゃないのこれ。やばいよ、これ。どうなってんだ、俺の編集。さあ、行くぜ。次、部屋着編ですね。どうですか、女性の部屋。やっぱりなんか、ピンクを基調とした感じで、整理整頓されてて、で、なんか、モコモコの中、ジェラートピケっていうの。ああ、ジェラピケね。そこのなんか、可愛いパジャマ着てるみたいな。うわ、お前、もう相当毒されてるな、本当に。いや、すごいな。ね、部屋着。確かに女性の部屋ってなるとね、すごい整理整頓された可愛いね。ピンクだとかなんちゃかってなってて、部屋着もモコモコした可愛いやつを着ててみたいな。なわけあるかいと。これ一刀両断したいですね。綺麗で可愛いってなってますけれども、もうね、一人もいい。俺、ジェラピケ着てる子、一人もあったことない、ちなみに今のところ。もうあんなのもうアイドルがテレビ撮影用に着てるだけですから。あんなものはね、本当に、ね。よくさ、プレゼントでジェラピケあげますみたいな、なんかあるじゃないですか。定番ですみたいな。誰がもらってんのと思う。見たことないです。幻の存在だぜ、マジで。で、部屋もね、男よりも汚い率の方が高かったんだよな。経験則ね、あくまでもね、全体の傾向としてそうなのかもみたいな。だから男って意外とまたさ、ここで綺麗好きじゃん、男のが意外とって話あったけどさ、そこに通ずるんだけどさ、フィギュア綺麗に置いてたりとかさ、なんか、こだわりがなんか、こだわりあんのよ。で、そのこだわりが、部屋の綺麗さに繋がってくんだよな。なんだかんだで、その、配置にこだわってたりとか。あと漫画とかちゃんとこう感がね、揃っててみたいな。で、ちょっと、なんか冒険者は冒険者で固めたいとか、なんかあんじゃん。男って意外とそういう細かいこだわりがあったりするわけよ。それが女性めんどくさいっていうふうに言ったりするんだけど、実はそのめんどくさいが、部屋の綺麗さとかさ、意外と繋がってきたりするわけよ。で、それで俺だってさ、毎回アイロンかけるんだぜ、服に全部に。アイロンかけるなんて、細かいじゃない。で、意外と結局それ清潔感なの。そうでしょ。でも結構女性さ、電車とかで、まあ俺よく観察するんだけど、シワシワのスカートだったりとか結構しないですか？意外となんかジャケットすっきりシワシワだなとか、スカート結構シワシワだなとかあったりするじゃないか。意外とそれって別に清潔感がないわけじゃなくて、その方がガサツだとかじゃなくて、多分男のが綺麗好きなんだよ意外と、とか細かいからそういうとこが目についちゃったりとかみたいなのあったりするのよ。そうだからこれもね意外とイメージ問題な気がしてて、なんか男の方がガサツでなんか適当でみたいなイメージってあるじゃない、どうしても。逆だったりするんじゃないかなと思うのよ。だってその証拠に俺、本当にあんま見たことないよ。それは、可愛いものが置いてある率とか、それ断然女の子の高いよ。高いけど、それ小物が可愛いとかさ、なんか充電器がちょっとデコってあるとか、なんかさ、そういう感じだったりとかはあるぜ。だけど、その、綺麗綺麗じゃないとかで言っちゃうと、あんまりなんだよな、やっぱり。あったね。で、なんかまあ、部屋で言うと、その、何人かすごい綺麗な女の子の部屋に行っただろうよ。すっげえ綺麗なホテルみたいじゃんみたいな、本当にみたいなあって、うわすっげえ部屋綺麗にしてんだねっていうふうに言ったら、その男が来た時用にねっていうふうに言ってて、うーわ性欲やん、罠なの、性欲だ、罠、もう罠なのよこれ本当に。そうなのよ、怖ーと思って、すごいなと思って。だから充電器とかも iPhone 用、Android 用で、だから自分は iPhone だけど、どっちもラブホラブホやんって思ったもん、本当に。ぐらい、ちょっとホテルっぽくなっててみたいな。いや、すごいなと思って。だから自分の意思じゃないのよ、その部屋の綺麗さって。自分の性格とかで綺麗じゃなくて、そういう性欲で綺麗になってる。でも男ってまあもちろん性欲でね、女性招いた時になんとかできるように、なんか汚いよりか綺麗な方がそりゃとかあったりするだろうけど、意外とその自分のこだわりで綺麗だったりとかしたりするわけじゃない。だからこんなのはあったけどね、意外とねガサガサっていう感じでしたね、本当に。まあ部屋着に関してもそうよ、さっきジェラピカ着てる子見たことないなんて話ありましたけど、大体もうダルンダルンのもうわけわからないクラティみたいな、高校生の時のクラティですみたいな、でもう下のズボンとかもうなんかもうスウェットと呼んでいいのかっていうくらい謎の素材のやつでみたいな、ありますよ。だから紐の女って言葉ありましたよね、なんか綾瀬はるかが主演だったかな、紐の女っていうこう会社とかでは結構しっかりしてる感じだけど、家ではもうなんかジャージでもうなんか部屋ぐちゃぐちゃみたいな感じでみたいな、男みたいな生活みたいなね感じのあったけども、まああれで結局さ共感を生んでさ、紐の女って言葉今僕も使ってるけど、ちょっと定番の言葉になったりとかさみたいな感じで定着したわけじゃん。だからそれくらいマジなんだって。誰が共感したのって女性でしょ、共感したの。男性知らないんだよ。知らないんだもん、だって本当はどうなのかっていうのは。だからそれがリアルなんだよ結局っていうことよ。だからそこの幻想見ちゃダメよと。だから万が一ね女性の部屋にね童貞状態で行くことになったとか、あるいはその童貞卒業した、でもその部屋とか見てないなで期待に胸膨らませて行ったってなった時にがっかりしちゃダメってこと。そんなことはないよと、さすがに同じ人間なんだからさっていうことですよねやっぱり。っていうのはあったな。だからまあそれこそ僕のね嫁とかも、まあ、最初ね俺がその嫁の部屋にまあ一緒に住むみたいな感じで始まったんだけど、もう洋服とかまあそのね、まあ、部屋なのか部屋着なのか分かんないですけど、まあ、部屋着で言おうか。部屋着で言ったらそのもうお兄ちゃんのなんか大学のジャージ上下なんちゃらユニバーシティみたいになってるあれの上下でもダルンダルンなやつで、これがええねんって言ってて。でそのことさっていう。だから俺はなんかもう逆に可愛い服着てたら嘘だと俺思う。そうだから騙しに来てる。だからそのさっきのホテルの部屋みたいにしてる女の子みたいな感じで自分の素じゃないじゃんそれって思っちゃう俺は逆に言うと。まあもちろんね本当に心から可愛いものが好きで私は可愛いものに囲まれたいって子もいるとは思うんだけど、中には。でもそんな子一部だと思うんだよねやっぱりね。そうだからそんな感じだったし、洋服とかも、そのもう、ゴミ袋みたいなのに、ガサーって入ってて、そっから着る服、グーンって取って着ていくみたいな。シュワシュワだよ。それで最初会った時、そうやって服を選ばれてたんだみたいな。でもね、それ俺良かったね。俺もいいなと思った、それが。それぐらい俺に隠してないわけじゃない。だから俺が行った時にその嘘の自分で取り繕ってるとかだったらさ、もしかしたらそれこそさ、そのまま結婚しちゃってってなって、どんどん化けの歯が剥がれてた時にさ、えってなっちゃったりするじゃない。だから俺そのリアルを知るっていうのはそこもあるよね。そのね、それが嘘か本当かを見分けるレーダーにもなるみたいな感じかもしれないね。だから今俺は全体の傾向を話してるから、もちろん、その子が本当に心からそうの可能性もあるけど、基本的にはそうじゃないんだって、こうなんだぞっていう、話さ、基本的にはね。まあ、そんなところでございますね。なんで、まあ、お部屋はね、そんな期待しないで、まあ、むしろ生活感があった方が一緒に生活してていいじゃないっていうね、ぐらいに思ってもらえる方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ最後、食の方行ってみましょう。さあ、最後、食。これも俺好きだね、結構ね。後半にね、俺が好きなやつ。インパクトは弱いけど、俺が好きなやつが固まってるって感じなんだけど、食。女性の食、どうですか？やっぱり健康とかに気遣って、スムージーとか、野菜中心の生活みたいな。そう、なんかあんまり揚げ物とかそういうの食べなそうな。確かにね。可愛い食べ物だったりとか。まあ、ここもね、マカロンでね。スイーツね。スイーツ好き。おしゃれなもの好き。ね、広めの皿にちょっと盛られてるようなやつとか。みたいな。男なんだな、生姜焼き定食とか、もうとんかつ御膳とか、ラーメン、チャーハン、餃子があればもう一緒に生きていけると感じですけども、はい、女性も一緒です。これを覚えておいていただきたいですね。なんかイメージあるね、女性マカロンが好き、ね、可愛い食べ物が好き、野菜中心の生活、いやいやいやと、一覧に行ってみてくれ。一蘭行ったらもうね、昼時の一蘭行ってもらう、本当に。あの行列の一蘭、結構いるぜ。もうなんか、それこそ、そういうの食べなそうな、ワンピース着た、綺麗な可愛いお姉さんとか、で、なんかちょっとかっこいい、なんかブーツ履いてるような、カツカツカツみたいな。お姉さんも余裕で替え玉してるぜ、隣で。いや、やっぱ行くのよとかね、行ってごらん、天下一品。いるいるいる、もう一人で生きてるお姉さん。いますよ、可愛い女の子いますよ。だからそれこそさ、結構ロリ系のちょっとそういうような本当に燃えそうな子もバキバキにいるからね。だからその視点で見てあげるとね、女の子も意外と可愛いものを食べるっていうのは、俺ね、女の子向けだと思ってるの。その女の子が女の子向けに作ってるものだと思ってるんだよ。だからやっぱ女の子っておしゃれな店に行ってインスタの写真撮ったりとかね、なんかカフェラテ飲みがちだったりとかね。まあ一昔前だったらタピオカだったりとか、そんな感じじゃないですか。コーラとハンバーガーとか、そんな感じじゃないじゃない。まあイメージはないです。カフェラテとサラダとか、ね、パンケーキとなんかオレンジ、ブラッドオレンジジュースとか、スーパーフードみたいな。あ、そうそう、そんな感じじゃない、言ってしまったら。なんだけども、それは俺ね、女の子向けのものだと思ってるんだよね。やっぱり女の子ってで、多分女の子なんかあるじゃん、その女同士って面倒くさいみたいなのあるじゃないですか。だから多分、そのみんな女の子は、女の子も可愛いものが好きだと思ってるから。だから、友達の女の子誘う時も、一覧行こうぜとか、ないんで多分。ランチやってっからとか、ないのよ、多分。だから結局女の子が女の子誘う時も、女の子って可愛いもの好きだよなってなってるから、だから多分、もちろんね、おしゃれな場所好きっていうのも男もそうじゃない。別に、たまにはおしゃれな場所行くのもいいなと思ってるけど、でも、それがあって、なんかおしゃれな場所とか綺麗な場所に行くってイメージがついちゃってて、で、男はそう思っちゃってるから、デートで誘うときさ、そっちの選択肢になっちゃうじゃない。でしょ？だから、誰かをデートに誘いたいってなったら、綺麗な場所行こうとか、おしゃれな場所行こうとかなっちゃうじゃない。で、ってなってくると、童貞の肩にめちゃくちゃ狭いのよ。おしゃれな場所知らないよ、俺と。食ったこともない、いつも吉野家だと。やばいよと、奮発してね、松牛カレーとか行くぐらいだという感じ。ね、あるじゃない、本当に。で、時々勇気持ってモスバーガーでなんかちょっと、ベジタブルでなんか挟まれてる、サラダバーガーみたいな食べてみちゃって、それが冒険なぐらいで、はい、おしゃれな店、女性を誘えるような店知らないよと。イタリアン行かなきゃいけないのと。で、パスタの食べ方大丈夫かな、もういろんなのがもう思い浮かんで、結局、誘えないぜみたいな感じになっちゃう。安心してほしい。女性は一蘭も好き。天下一品も好き。生姜焼き定食好き。とんかつ御膳好き。だってうちの嫁はオリジンの焼きそばが大好きだからね。そうなの。茶色いものというか。もう茶色いもの、よく言うじゃん。いいね、そのね、男子のね、高校生とか中学生男子のお弁当、茶色いもんばっかみたいな。でもさ、女の子の弁当を覗くとさ、カラフルね、なんか、パプリカがあったり、プチトマトあって、なんかキュウリが入ってるちくわみたいなのがあって、ご飯もちょっと少ないみたいな。これはお母さんの罠です、それは。お母さんが仕掛けた罠ですよ。女の子とはこうあるべきとか、でも誰かから見られた時に、わ、この子可愛いって思ってもらわないとっていうのがあって、本当は焼きそば食いてえなとか、カップヌードルに砂糖のご飯とかで行きてえなとかね、思ってたかもしれませんね、もしかしたらね、本当に。だからそれあるのよ。結局のところだからね、俺ね、さっきのほら、女の子が女の子のためになんかおしゃれな場所誘ったりしてるんだみたいな話あったじゃない。だから俺ね、一蘭とか時々いるの。一蘭2人で来てる女の子とか、まあ、それこそ天一2人で来てる女の子とか、あと俺らさ、渋谷のさ吉野家行くじゃん、はい、で吉野家で食ってたらさ、女の子のなんかね、なんか結構清楚系のさ、はい、なんか地雷系の女の子とか、吉野家と縁もゆかりもないようなさ、あの子たちがさ結構来てさ、普通にさ頼んで食ってたりするじゃん。だから俺ね、それ本当に仲いい女の子同士なんだなって思う。例外はあると思うよ。だけど、その、女の子同士でおしゃれな場所に来てインスタ映えの写真撮ってる子っていうのはまだ関係薄いんだろうなと思ってる。だって本当は好きなんだもん。生姜焼き食いたいんだよ。牛丼が食いたい。だって安くてうまいじゃん。それは一緒よ、男性も女性も。あんなね、1500円ぐらいして、なんかちょっとだけのサラダと、ね、ちょっと冷めたハンバーグで出てきて、うまいかよくわかんないアイスカフェより出てきて、っていうよりかはさ、そりゃ女の子だってさ、お金節約したいしさ、ね、うまいもん食いたいよ。どんな吉野家とか食いたいぜって話だから、だからやっぱ一人が多いんだと思うんだよね。だからそこで二人で来てるとか、ほんと仲いいんだな、打ち解けてんだなって俺勝手に思ってる、これは。これ勝手に思ってるね、俺がね。わかんない。それもちろんね、すごく仲良くて、そういうおしゃれな場所行く人もいるかもしれないけども、っていうのはあるけど、だからこれ何が言いたいかっていうと、恐れなくていいよってことよ。そのデート誘いたいな。でも俺店知らねえよってなっても、で、女の子は綺麗なとこ行かなきゃいけないんじゃないかと思っちゃってるかもしれないけど、いや、いいんだと。俺、生姜焼き定食とかすげえ好きなんだけどっていう風に言ってみてっていう勇気を持って、カモフラージュしなくていいと、俺松屋ばっかなんだよねって言ってごらんってことよ。そうしたら、いや、私も行くよって意外となったりするのよ。だから俺らカモフラージュの女の子を見ちゃってるから、それで想像しちゃってる。で、しかもさっきも言ってくれたように、その想像する女の子は可愛い食べ物が好きだったりとか、朝からスムージーとか、そんな感じになっちゃってるけど、いやいやいやと、街を見回してくれと、いるぜっていう感じで、だし本当に好きよ。だって俺の嫁は、焼きそば好きだったりとか、俺が作るもう肉ゴリゴリのもう野菜炒めが好きだったりとか、いや、これ米永遠に食えんじゃんとか言うわけよ。こんな感じよ。そんな、だから、その俺の料理に対してさ、いや、もっとヘルシーなやつをとかさ、いや、もっと可愛い盛り付けのさ、とかさ、言わないもん。いや、これこれって言うもん、やっぱり。だから、それでいいのよ。好きなのよ、女の子も。だけど、まあ、もちろんさ、多分女性の理想としてさ、そのおしゃれなところに男性にエスコートしてもらいたいって気持ちもあると思うから、だからたまにはさ、おしゃれな場所にね、こう連れてってあげれたらいいかなとも思うけど、もうその知識がなかったらさ、無理しておしゃれなとこ連れて行ってさ、もうガチガチになって何頼んだらいいかわからない、もうわけわかんないってなった姿をさ、女性に見られちゃうよりかはさ、いつも自分が行くような場所を誘った方がいいと思うからだし、好き、普通に女の子は。だし、別に高いものがうめえとか、もちろんね、それあるとは思うけど、でもそれもあるけど、ちゃんとそういう、俺ら好きなようなさ、ハンバーグ定食とかさ、そんなのもさ、好きだからちゃんと。だからそこはね、勇気を持ってというか、別に気にしないで、突き進んじゃっていいというかね、勇気を持って、あんまおしゃれな場所わかんなくて、で俺こんなの好きなんだよねっていう風なところから始めてさ、やればいいんじゃないかなっていう風に思うけどね。で、やっぱり、どうしても、こう童貞マインドがグッと入っちゃうとさ、女の子を連れてく場所っておしゃれで綺麗じゃなきゃいけないんだなとかなっちゃうけども、大丈夫だというのが今回のこの食のお話で、ございました。さあ、というわけでね、こんなところで今回の講義終了という感じですけどね。いやー、ホワイトボードがちっちゃかったね、これ本当に。ここにドカーンってあったらよかったんですけどね。どうですか今回総括して。いやー、ちょっと女の子へのイメージがだいぶ変わった。変わりました。マジで変わった。マジで変わりました。いや、これあるね、本当にね。事前に知れてよかったです。ああ、いや、そうなの。これ後で直面するのきついのはだし、年齢重ねて女の子の妄想が広がってれば広がってるほどこのダメージでかくて、うんってなっちゃうんだけど、まあざっと言ってこんなもんかなとか、他にもねいっぱいあるんだろうけどね。その清楚系の女の子ほど風俗嬢やりがちとか意外とあったりするんだけど、とかギャルの方がちゃんとしがちみたいなのよくあると思うけど、まあそれで言ったらこれもそうなんだから、そのさ、多分さ、さっきの全部の香りのイメージ、性格のイメージ、ね、性欲のイメージとかって、ちょっとワンピース着た黒髪で可愛いこういうやる着方の女の子のイメージじゃなかったですか、もしかして。そうです、そうです、まさにギャル。逆にギャルだとほら見て、ギャルっていい匂いしそうだなって感じ、まあ、ちょっと失礼になっちゃうかもしれないけどどうですかね。まあちょっとしなそうというか、ちょっとワイルドな香りするんじゃないのとかあるじゃないですか。男寄りなイメージ、男寄りなイメージでしょ。だからまあ性格に関してはまあそれは女性だから分からないという感じだけども、もう性欲、ギャルの性欲どうですか。いや、ありそう。なんか強そうなイメージあるね。で化粧、ギャルがすっぴんになったらまあさすがに変わるでしょ。やばそうっていうのがあるじゃないですか。で部屋着、ギャルの部屋着どうでしょうね。あと部屋どうでしょう。うわもうだるそうな部屋着にめちゃくちゃなんじゃない、めちゃくちゃみたいな感じだったり。食どうですか。ギャルマカロン好き？いやいやいや、もう好きなの食べる、好きなの食べる。ギャルはね気にしない食べる、これあるじゃないですか。ギャルが本当の女性の姿なのかもしれませんよ、もしかすると。だからギャルで想像すれば、だから清楚な女の子全部カモフラージュしちゃってる。だからギャルマインドって最高ってことかもしれないね。だから結論、今日は黒ギャルで抜くっていうことかもしれないもしかするとねいやそれはあるかもしれないな、確かに。うん、だからちょっとその清楚系の女の子やっぱ好きじゃない、童貞なんかも大好きよ、清楚系の女の子が。だし清楚系の女の子のあのイメージで女の子はあってほしいんだよな、はい、結局。でもやっぱ現実見ようぜと、本当に童貞卒業したい、本当に女の子と付き合いたかったら現実見ようぜと、いうような感じでね考えていただければいいんじゃないかという感じでございます。さあ今回の方いかがだったでしょうか。これ楽しんでいただけたらね最高でした。いやありがとうございます。いや、よかったですね、これね。じゃあ次ね、もうこのね、モダクラ大学シリーズ、どんどんやっていきたいと思ってて、まあ、今回保健体育、大人の保健体育でしたけど、まあ、現代文とかもやってやりたいなと思って。現代文まあ、ほら、俺本好きだからよ、ちょっと本紹介したりとかね、音楽、ちょっと、英語の歌詞をちょっと、まあ、僕ね、英語ちょっと得意なんですよ、僕ね。なんで、やってみたりとか、そんな感じでやりたいと思ってるんですけど、この保健体育の次回、何やるかと言いますとですね、童貞は風俗で卒業してでも捨てるべきか、この永遠の童貞のテーマに挑んでいきたいなというふうに思って。素人童貞みたいな。そう、つまりそう、素人童貞はありなのか、それとも素人童貞になるぐらいだったら本当にちゃんと風俗嬢じゃない女の子と付き合った後風俗行くとしてもそうした方がいいんじゃないかとか、ここに立ち向かっていきたいと思っておりますので、交互期待ということで今回は長い時間お付き合いありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いです。それではこれにて授業を終わりたいと思います。では。